色という曲です。はい。自己紹介しようかな。四谷と申します。よろしくお願いします。あ、しない、自己紹介いい？あ、いいです、マイクなし。あ、おーちゃんと申します、よろしくお願いします。ギターをお迎えして歌っております。普段はですね、ガムシロップという名前で音楽グループやっておりまして、私と他に3人で、なんか4人組のグループで、まあ4人揃うことそうそうないんですけど、もう楽しく歌わせてもらってます。で、今日はもう完全にソロにギターを添えてって感じでやらせていただいてます。まあちょっと曲は結構ジャンルバラバラでいろいろ好きな曲を適当に詰めてきたので、とんでもない、なんかこう、緩急がすごい感じになるんですけど。楽しんでもらえたらと思います。じゃあ次の曲お願いします。岩さんで千年生きてる。決まった言葉食べてまたヒューマン、ちょっと素敵なさらしものをね、明日越し眺めて全てを増した、額縁の中で千年生きてるのさ。
ける。私これに足かけたんだけどさ、今見たら足乗せないって書いてあるんだねこれ。マジでこれさ、うん、そう私前に乗せて、でもっとがっちりこう下に固定されてるもんだと思って乗せたらグラってなって怖って思ったんだけど。
今見たら足乗せないって書いてあるわと思って、いやー本当機材に申し訳ないことしたのかなって。今日はやらない、今日やらない書いてあるんだもんって書いてなければやってた、うん、次の曲で乗せたんですよね私はね。そうだね次にやる曲で乗せるんだけど、まだちょっと時間あるな、なんか喋ろうかな。ね、あの物販主演後に物販やるんですけど、この今つけてるブレスレットのいろんな色違いをあの物販で売ります。よかったら買ってね。結構ねハンドメイド得意なんですよ。これ自作なんですけど、自分で一個一個ちまちま縫ってたんですけど、これをなんか15本ぐらい今用意してあるんで、ね、見てもらえたらなっていうのと、あとあの手書きのポストカードとか、まあ、チェキもやるんですけど、まあ、いろいろちょっとなんかちまちま並べてるんで、よかったら見ててください。お願いします。まだまだ時間ある？いいよ、5分ぐらい喋って。何喋ることあるかないっぱいあるいっぱいある、もう次の予定も特にないから何もないんだけど今なんか喋ることあるかな。ノープランだね、本当にノープランだ。そうだ、鳥でめちゃくちゃ緊張したっていうのもあったけど、そうね、初めて鳥するんですよ私、ちょっとびっくりしたよね、うん、あ始まった。いやもうなんかタイムテーブル見て鳥って叫んだもん私、びっくりして。そうごめんなさいねいやそう、いやびっくりした、鳥かって、まあ頑張ろうって思って、曲結構詰めてこの何 MC とかも考えてって思ったけど全然時間があるんだもん。まあいいか、歌っていこうかな。じゃあ私がこれに足を乗せた曲やります。ロックモード。Let's go.
曲知ってる人は多分あの乾杯っていうところなんとなくわかると思うんで、飲み物持ってたらイエーってやってほしいなって思います。最後の曲です。ヘベレケジャンキー。
とうございます。